絶望ネーム、軍手のイボさんからいただきました。おー、軍手のイボだ。整いました。うん。拳浴びるとかけまして、山下清先生と解く。その心は、どちらも、おにぎりを握りが好きでしょう。イボッチです。は、なんとかして、神谷さん。うまいね。謎かけって言うんでしたっけ？謎解きでしたっけ？謎かけですか？謎解きじゃない。謎かけですか？謎解きは。推理でしたね、謎解きはね。謎かけがさ、瞬間的にできる人ってすごいよね。すごいと思う。これは本当にすごいと思います。まあでもなんか、ある意味なんかルーティンなんでしょ？これって。ねえ、って言うけど、うん、でも、わかんないもんね。それはできる人の言い分だからさ。と思います。全くね、僕にはちょっとわからない世界なんですけれども。うん、まあ、こういうのいいんじゃないですか？キャラクターと、絶望のキャラクターと、何かをかけまして、まあ、それ解きますみたいなね、コーナーがあってもいいんじゃないの？なんか、女子楽的には。おっとねあんま好きじゃねえんだよ、好きだった。構成 T はあんま好きじゃないと。まあでも、構成 T を嫌がらせにするためにもね、はい、ちょっとそういうコーナー一回ぐらいやりましょうか。構成 T が嫌だと言っても、ね。うまいね、みたいなね、うん。そうそう、みんなが望むのやりましょうよ。みんなちょっと思いついたらですね、整いましたっていう感じでね、はい、メール送ってきてくださると、コーナーになるかもしれませんよ。ね、よろしくお願いします。謎かけってうまいとは思うけど、うまいと思うだけで面白いと思わねえんだよな、あのコーナーです。なんひどいタイトルだね、これね。いや、まあ確かにうまいとは思いますけどね。面白いもの中にもありますよ。これいこうかな、うん。最初とりあえず、絶望ネーム肉抜きチンジャオロースさんからいただきました。うん、整いました。うん。人を波とかけまして、大災害と解きます。その心は、電車が普通です。肉っちです。肉ないんじゃないのか。うん。なるほどね。そういうことか。コーナーのタイトルに意味分かったね。そうね、うまい。まあ、うまいですね。うまいです。はい。じゃあ、面白いのを探していきましょうか。はい、続きまして、絶望ネーム、絶望しすぎさんです。はい。さよなら絶望先生とかけて、寿司屋と解きます。その頃は、ネタの鮮度が重要です。おお。まあそうだよね。時事ネタ結構多いですから、ね。はい、あ。うまい。うまいですね。だから今改造とか読むとおほってなる、ね。なりますね。おほってなる。こうだったんだこの時期ねみたいな。そういうことだったわみたいなことありますからね。なるほどね。うまいな。うまいですね。じゃあ続きまして、はい、絶望ネームナタデピーニャ。はい。新谷さんのイベントとかけて荒川アンダーザブリッジと解く。その頃はどちらもカッパが尊重されています。おお、これはね、うまいですね。おお、ちょっとうまい、うますぎる感じはしますけれどもね。まあカッパつっても妖怪のカッパだけじゃなくて、まあもちろんねレインコートの方のカッパにもかかっているっていう。そう、カッパが尊重か。それはもうね、こういうのを説明しなきゃいけないからちょっとキャラ臭いんだよね。まあ音だけで聞いてほら分かってくれるといいんだけれども。そ う, ね、そうじゃないこともあるから、こう説明しなきゃいけないのがちょっと謎かけはね、しゃらくさい部分がありますね。まあでも、説明しなくたってわかるかなっていうふうに思ってらっしゃる方、当然大勢いると思いますよ。そうですね。だから僕らがやってることが脱足なんだと思いますけどね。そうですね。はい。次、じゃあ絶望ネームはずきようさんからいただいております。はい。整いました。はい。さよなら絶望放送とかけまして、構成 T と解く。うん。その心は、儲けがない。はい。整いました。水島大中とかけまして、招き猫のない家と解く。その心は、服着ません。整いました。チャック亀山とかけて桃太郎と解く。その心は、最初から全開だぜ。もうだから。もう、だから。ねえ。ねえ。ねえ。ノーコメント。来まして、これうまいですね。これすごい。はい、これはね、僕結構うまいなと思いますね。いい絶望ね、俺の人生を追うまで会うと。整いました。谷井明日香とかけまして、お金と解きます。その心は、たまんねえ俺っちですこれ好き。うん、お馬でアウトさんしか言えない。俺っちです。よくわかんねえもん。あとお金ね。たまんねえっていう、ね。お馬でアウトさんならではの。そうね。ことでしたね。うん、まあ普通に頑張ってれたらたまるんだよ。絶望ネーム腹の上のホモさんからいただきました。整いました。マエダックスとかけて。お役所とか政治家とかゼネコンと解きます。その心は、公
が大好きです。ほう。まあ、うまいですね。はいはいはい。今まで、なんだそれっていうの結構多かったんですけど、多かったですね、もう一ひねり欲しいなみたいなのが結構多かったんですけど、うん、なんなんなんかちょっとあれですね、整ってきましたね、本当にね。そうですね、すごーい。では、続きまして、僕これいきます。絶望ネームアンテナ売り。厚生ティーとかけまして、美味しい和食屋さんのお刺身と解きます。その心は、どっちも、妻がいい仕事をするでしょう。アンチです。おー、なるほど。まあ、妻と妻をかけたんですな。すごいですね。まあ、いいと思いますよ。非常にね。ほう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 。じゃあ、続いてこれいこうかな、はいはい。絶望ネーム、くめたまんじゅさんからいただきました。厚生 T とかけまして、日本の総理大臣と解く。その心は、どちらも交代続きです。ああ、ごめんごめん。次行きます。絶望ネーム、はずきようさんからいただいています。はい。すみっこアロマテラピーちゃんとかけまして、槍の試合と解く。その僕の心は、付き合ってください。解かなくていいよ。かけて解かなくていいよ、うん、僕の心はってなんだよ、これ。なんか伝言版でいいじゃん、これ。これ何これ。僕の心はっていう意味のわからない、まあ新しい方向性でございますけれどもね。はい、まああんまりなんか絶望先生と関係ないことやっててですね、怒られそうな気もしますけれども。そうですね。まあでも関係なくはないね。まあまあまあ、まあ。というふうに言い張ります、我々は。はい、そんな携帯版でした。絶望ネーム、腹の上のホモ。整いました。沢城みゆきとかけて、富士山と鷹と茄子が全部出てくる初夢と解きます。その心は、どちらも縁起が良すぎるでしょう。おー、新春一発目としては素晴らしいですね。はい。続きまして、はい、絶望ネーム、くめたまんじゅ。人を波とかけまして、佐野助と解く。その心は、どちらも、花がないでしょう。ちょっと？ちょっと？あ、まあ、別に私が怒ることじゃないのかな。ちょっと？以上です。何？次のコーナー。ただ、何？何？この、絶望ネーム、くめたまんじゅ。はい。絶望先生のアニメとかけまして、ダイエットと解きます。その心は、どちらも、辛抱が肝心です。マンチです。すごーい。なるほどね。これは、まあそうですね。うまいっちゃうまいですけど、ダイエットじゃなくてもいいんじゃないかって気もしますけどね。うん、そうか、修行？そうなんだよね。ちょっとそこは詰めが甘いかなっていうふうに僕は思ったんですけど、ね、でもほら、年中ダイエッターとしては確かにと思うところはありますよ。あら、それは年中ダイエッターとしての意見？そう。おーほいっす。そうそう。まあ、わかんなくもない。そうだね。うん、まあ、わかんなくもないですけどね。うんうん、まあ、確かに、辛抱は肝心ですよ。じゃあ次、うん、絶望ネームフリーそうめんさん、かっこヒートテックが手放せないからいただきました。うん、整いました。お出かけした大中さんとかけて、節分と解きます。その心は、どちらも、スクワウチでしょう。そうめんちです。なんかこれは。なんだろう。うまいですね。まあ。ええ、とってもうまいですよ。うん。うん、もう、しょうがないじゃないですか。この番組的には、もうこの番組的にっていうか、もう絶望先生的には大中が全裸キャラです。っていうか、この番組的にだけじゃねえからな、もはやあいつの全裸、まあ、全裸癖は。まあ、うん。他の作品でもあいつなんか、完全にそういうキャラで定着してるとこあっかんね。それで仕事してるとこあっかんね。そこまで？うん。そっか、じゃあ。それはもうキャラだからしょうがないだろ。じゃあいいのか。あれ、大中さん、今日はなんで来てきたんですかぐらいですよ、もはや。そっか。じゃあ寒いからごめんね、みたいなことでしょ。まあ、うん、じゃあうまいことしてる。はい、じゃあ次行きますか。はい。絶望ネーム、マジカルパワーさんからいただきましたよ。はい。マラソンのクライマー選手とかけまして、魚屋でのバイト後の服と解きます。その頃は、魚のに追いつく、魚の匂いつくでしょう。はー、これね、うますぎるんです。これすごい。うますぎるんです。へー。これは、普
通のラジオに投稿すべきです。うん、ええ、これここじゃダメだよ。この番組に投稿しちゃダメです。なんか、ええ、誰にも言わないからちょっと他を送りなよ。これ誰にも言わないから。誰にも言わないから、マジカルパワーさんは普通の番組に送った方がいいですよ。そう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 。褒めちぎられますから。うん。ええ。これそう、そうしよう。そうして。ねえ。うん。すごいこれ。いやー、こんな才能がこの番組に眠っていたかと思うとね。すごいっすね。なんですかね。丸4年気づきませんでしたね。こういうのあったんですね。普通の番組に出しても成立するようなメールが。いやー、なんですかね。我々、こう、基本何かしらこう、後ろ向きなものじゃないと認めないみたいなね。ダメなとこあったけれどもね、うん、いやーこういうメールが来るようになったのか、すごいですね、すごい成長だわ、うん、ありがたいですな。